キムの十字架は、和田昇の同名小説を原作とするアニメーション映画。日本では1990年7月21日に公開された。太平洋戦争中に日本統治下の朝鮮から強制連行されて、長野県の松代大本営建設工事に動員された少年の姿を描く。制作は現代プロダクションで、所属する山田久子が制作。 山田天吾が監督である。アニメーション制作は、タツノコプロが担当し、マシモコ一がアニメーション監督を務めた。京商北道に住む少年、ジェハには、セファンという弟がいた。日本軍に田畑を徴収されたことでジェハ一家の暮らしは、貧しく、セファンは学校にも通えなかった。ジェハは近所に住む少女、四数にセファンの面倒を見てもらう。四数の感化を受けて、 セファンは、キリスト教会に通うようになったが、弾圧の巻き添えを恐れた親は、セファンを、遠くの村にある鍛冶屋に方向に出した。その矢先、ジェハは、強制的に、日本に連行されて、町城大本営の建設に従事させられる。過酷な環境をジェハは生き抜いて終戦により、解放されるが、セファンもまた連行されていたことが判明する。セファンを探すジェハは、やがて、 セファンがすでに死んでいたことを知る。ありがとうございます。